じゃあちょっとコーヒー飲んでチルったんで、うん、はい、チルった。今度体を動かすっていうかね、サイクリングなんかどうですか。わー、したい。いいね。なんかこの山中湖の周り走れるような、なんかデリバリーで、はい、自転車貸してくれるとこあるんですって。へー、だからそこでちょっと借りて、ちょっと行きましょう。確かに回りたい。これは今日はもう最高でしょ。最高、もう天気最高ですからね。気持ちいいもんね。なんかカフェとか寄りたい。あ、寄る。いいこと言った。寄りたいです。いいね。寄ろう。じゃあなんかね、ハピキャンのね、はいはい、これサイトっていうのかな、うん、平野の浜から眺める富士山の景色っていうのがあって、すごい綺麗。あ、そっから見えたら、見たらいいんだ。すごいすごい。こんないいとこあるんだね。絶景です、絶景。超いいんじゃないですか。あ、いいかもしんない。行っちゃおう。行こう行こう。ここ行こう。じゃあ行きましょう。卓井流抜くとこは抜く山中湖キャンプ。昼食を済ませた一行は湖畔サイクリングへ。じゃあ行こう。よし、よっしょ。うわ、なんか自転車が久しぶりだよ、ね、あ、お尻が痛いもん。なんかもうこれそういうさ、ロードタイプだからね。お尻痛いやつだ。お尻痛いやつ。いや、でもね、自転車にはまろうと思ってんだよね、最近でも。はあ、はあ、でちょうどいい経験だこれ。うん、やりたかったんですよ。ここか。こっちかい。サイクリングロードいいですよ、これ。サイクリングロードだ。こっちですかい。あ、いいね。すごい楽しい。気持ちいい。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。気持ちいい。いや、いや、これはいいね。これはプライスレスだな。あ、気持ちが。もう。あ、こんにちは。はい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 。いやー、もう、いやいや、こんないいコースがあるの、これ。おー、最高最高だな。今日気持ちいい。これ天気今日ほんまやばいっすね。いやね、天気ね。うわ、このサイクリングコース最高やな、これ。自然を感じながら湖畔沿いを一周できるサイクリングロード。気になるスポットに立ち寄りつつ山中湖を満喫します。もう風が最高に気持ちいい。ね、風がいいね。すごい気持ちよそうだこれ。日本にもあるんだな、こういうとこが。うん、別荘欲しい。別荘別荘欲しい。もうだ、おじさんいるからそこに買ってくれそのおじさんが。確かにな。あ、気持ちいい。気持ちいいな。気持ちいいぜ。すごいな。富士山ってあの高いんだ。俺、あの雲の上のが富士山だよね。そうですね、あれね。びっくりするよね。あれか。あれ富士山。でっけえな。でっけえ。うわ、すげえ上にある。雲なくなれ。そうだ、雲なくなれ。なんか沖縄みたい、ここすごいね。うん、うわ、すごいすごい。おお、やだ、すごい。ちょっとやだやだ、もう何これ目の前。すごい。あ、もしかしてあれ富士山ですか。あれ富士山だよ。めちゃくちゃすげえよ。すごい。正面。すごいよあれ。真正面。一行がまず立ち寄ったのは富士山の絶景スポット平野の浜。残念ながら雲がかかっていましたが、運が良ければこんなにも綺麗に富士山を見られるそうです。すげー。いや、もう最高だからさ、せっかくなんで、はい、あのインスタの動画をちょっとさ、ここで上げたいんだけど、はい、なんせ俺たちじゃちょっとインスタはちょっとね、ちょっと無理だから。毎回ちょっと俺らじゃ無理だもん。ちょっと、はい、村重ちゃんインスタ監督やってもらっていい？はい、任せてください。インスタ大好きなんで。あ、本当？はい、すぐ行ける。ちょっと俺たちを指導してくれる？わかりました。1日の半分インスタ見てるんで。本当、はい、すごいな、そんなに。マジで何していいか分かんないからさ。
でもせっかくやっぱ富士山があるから、うん、富士山背景に、うん、で自転車で来てるかし、うん、チャリもこうやって乗せて、はい、でこうかっこよくポーズみたいな、うん、おー、村重監督指示のもと早速おじさん3人の撮影会スタートです。なんか123ってこうよ綺麗に横に並べてもらう、並ぶ方がいいの、こういうこと、はい、のこう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 、ああちょっとだから重なって、はい、でこう、そうそうそう、で後ろにどう、逆光だけどめっちゃいい感じ、目線は俺ら外す世代なんだけど、いや顔あんま見えてないから、あ顔あんま見えてないって、あそっちのねやつね、すごい逆光なんやえ、めっちゃいい感じですよ、いいね、俺らじゃなくてもこれ、うん、なんだかおじさんが撮るとなんかダサいとか言われるでしょ、そうそうそう、あれは困るんだよ、なんか喋ってる風でいい感じで、あいいんだね、あそういうのもあんのね、そうか、やっぱ写真の撮り方って変わってくるのかな、確かに俺ら若い時にやっぱお父さんお母さんの撮る花の写真超ダサかったじゃん、確かにねそうなんですね、あれ ねなんとも画角が ねそうそう、そうなってきちゃってんのかな、あすげえな、ああいうの撮ってやっぱちょっと低い方がいいね、すごいすごいカメラな、すごいローアングル、下からなんだ、とこうスタイルがよく見えんだな、かな、あすごいすごい、めっちゃいい、あいい、めっちゃいいやん、すごい、本当に本当だ、かっこいい、これ影も入れてる、はい、はあ、ね、影も構図を知ってるね、3人の影入れてます、なんかいい、編集したらめっちゃおしゃれになりそう、あ編集を防ぐのね、こっから太陽からの富士山、うわあ、いい、ああいいね、いいいいいい、いいですよね、もういい曲当てりゃいいだけでしょ、確かに、あ曲当てりゃ、あかっこいい、そう喋ってる感じがすごい、あいいね、そういうことか、もう平井ライン当てたらもう、あ大丈夫だね、ポーズの女王なんじゃない、嬉しい、ポーズの女王だってすげえ、やったー、いたんだこんなとこに、いたよ、ポーズの女王、じゃあ村重ちゃんにそれアップしてもらって、はい、編集して、はい、うん、じゃあちょっとあのなんかハンモックカフェみたいなのがあるみたいなんで、ちょっとそこで休憩しに行きますか、面白そう、ハンモックカフェ、はい、美味しいの、ハンモックが美味しいですハンモック美味しいの、はい、まあ、カフェはいいよ、いつだって行けるよ、カフェ大好きだから、行きましょう、じゃあ、はい、じゃあ行こうか、次の目的地は徳井さんが気になっていたというハンモックカフェへ。じゃどうも。よしどうも。かわいい。かわいいよね。かわいいな。芝県かわいい。富士山真正面だよ。あほんまや。ねここ。ここ多分やばいでしょ。ここすごいわ。右も左もこの裾から見えるもん。すごい。マジ雲どいてほしい。あれね。すごい。いやあ。マジで住みたい。住みたいな。うん。もう東京帰れないかも。うん。あそう。そんな気に入ってる。田舎が好きだもんな。はい。ビレッジ。コールマン、なんか古いコールマンのあの。うわ、ほんまや。あるんでしょ多分。うわあれはいいな。ほら。あれいいね。あれ青いやつ、矢作がもらったやつだろ、これもらった、なんか古いやつ、1971年の生まれた時の作れた、すげえ火つけるの難しいの、中がホヤのやつね、そう、いやいや最高、いやすごいな、芝生もカフェ結構遠くないですか？カフェ遠い。遠いねちょっと。気づいた？うん。カフェ遠い。もうお腹空いてきた。もうそろそろついてくんないと。もうありますんでね。もう着きますんで。なんとなくあるじゃん頃合いって。そう。着く？来てるよ。はいこちらでーす。あー。ほらハンモックが。ここ？あ、ハンモックカフェってこういうこと？ハンモックがほら。かっこいい。すごい。はいはいはい到着でーす。やったー。ここだ到着やっと着いたよ。着いたー。じゃあちょっとお茶飲みますか。飲もう。ちょうどいいんですよこれ。
アイスもあると思うんだけどな。アイス？アイスね。パンケーキでもいい。ハンモックカフェ左。うわすごい可愛いな、なんか、超映えてる。さすがだな。ウッドトール、ターニバル。なになに、でもさ、ああいうとこもレストランみたいになってんだよ。こっちはカフェか、ハンモックだ。わあすごい、うわ、なんかこういうとこでプロポーズされた。あら、ここでプロポーズ、はい、でもなんかいいです。ハンモックカフェだよ。あ、ここだ。これ、こんにちは。こんにちは。ここお店ですよね。あ、メニューここにある。やったー、徳井さんかっこいい。ありがとうございます。何、何なんだよ、また出た徳井さん。あっちゃんかっこいい以来の。こちら、山中湖で人気のハンモックカフェ。サクッとメニューを決めてチルタイムのはずが。コーヒーね。アイスある？アイスどこやろ？これ、アイスクリーム。モグアイスクリーム。あ、モグアイス。本当だ。うわ、ピスタチオ。ピスタチオにしようかな。ピスタチオいいね。決めれんなこれ。やめる？もう。決めろよ。決めろよ、早く。なんで決めれないんだもう。私は決めた。え、何に来た？ピスタチオアイスとアールグレイティーのホットで。うん、なんで？いいね。なんで徳井さんと同じのにしてんの？え、徳井さん何？俺ピスタチオアイス。ピスタチオ、俺は何だよ、そんなものしてんだ。おさろっち。やめろ。同じにするの。俺もピスタチオアイスだな。なんでなんでみんな一緒なんだ。俺アップルパイ。じゃあピスタチオ3つと、はい、アップルパイ1つ。アップルパイ1つと、はい、アイスコーヒー1つ。以上です。ハンモックに座りながらなんかできるのかな。ハンモック、キャンプとかでもやったもんな、ハンモック。待つんじゃない？できんの。あ、ここで待つのね。うん。あ、気持ちいい。あ、いいですね。どれも？あ、いい。あ、いいね。あ、気持ちいい。あ、4人分ありますよ、あっち。あ、ほんま、4人で行けるよ。ずるずるずる、なんで俺がここやってんのに。4人分とか言うんだよ。これ珍しいな。やったー、じゃあ、ラッキーズ。あ、四角なのね。これ見たことない。確かに見たことない。なんで4人で、4人すげえ、すげえ怖いんだけど俺。外向きタイプですか？こうやって後ろに落ちたらどうしようと思っちゃうんだけど。あ、めっちゃいい。これ大丈夫かな。あ、怖い怖い。あ、怖い。あ、気持ちいい。わあ、いいや、めっちゃいい。あ、何なんだろうな、このハンモックの気持ちよさってな。これ揺れてんのがいいのかな。最高だよ。ほら、お母さんのほら、お腹の中みたいな感じなんじゃないですか。それなのかな。確かにお母さんのお腹の中良かったもんな。ね、あの頃良かったですね。あの頃良かった、こんな世界があるとは思わなかった。外にあの頃は良かった。出たくないっつったんだけどな。何にもいらねえな、もうこれで。はい、あら、あ、俺らじゃない。お待たせいたしました、だってよ。できた。うん、じゃあ、おぎ取ってきて。いや、なんで俺なんだよ。4人で行くんだろ、普通は。びっくりした。来たよ。来た来た来た。え、めっちゃうまそうなんちゃう、これ。ピスタチオ。え、すごい、何これ。すげえ、カップが食べれるんだ、これ、多分。うわぁ、このままいけちゃうやつだね。すごい、すごくない、これ。お待ちかねのデザートは山中湖を望める特等席でいただきます。うん、美味しい。あ、美味しい。徳江さんと同じぐらい美味しい。あ、うまい。いや、美味しい美味しい。あ、やっぱりこっちの方がうまいな。そう、あの、比べないでください。プロのやつと。確かにこっちがうまい。あの、ちゃんと香ばしいね。やっぱりさ、うん、違うもん、それは。ピスタチオアイス、めっちゃ美味しいです。マジで？ちょっとやばい。あ、うまっ。何それ、ずるい。え、これ、なんか。ずるいずるい、ピスタチオだけの味じゃなくない、これ。うまっ。うん。うん、違う。なんだっけ。なんだ？あの、中華のデザートの。うん、うまい。あの、杏仁豆腐ね。杏仁豆腐。うまい。
アップルパンの味だけじゃない。美味しい。中華のなんか味がする、これも。うまいアップルパイ。この木の実の感じもありますね。すごいね、この木の実の感じ。美味しい。このピスタチオアイスは本当にここに来ないと食べれない味って感じですよね。一緒一緒、俺も同じ。どうしてかぶしてくるの。いや、同じなんだよ、感想が。お前本当に、お前爆笑問題の太田さんのこと絡みづらいって言ったけど、同じだからな。やばい、あんな感じだよ。全く同じだよな、爆笑の太田さんとな。やばい、本当に似てる。ごめん、言わないで、それ言わないで、もう。いや、だいだい、あんな人じゃない。いや、気づいてよかった、でも。言ってくれて。でも時間も時間なんで、はい、一旦じゃあさっきのキャンプ場帰って、はい、夕食の準備しましょうか。いいですね。はい。絶景サイクリングとハンモックに癒された一行、キャンプ場へ戻り夕食の準備に取り掛かります。うん、ちょうどいいね、自転車でね、うん、あれよかった。あれこれ自転車乗ってなかったらちょっとやばかったかも。うん、確かにね、まだ串揚げ残ってた。残ってましたよね。うん、もう夕飯行きたいね。行きますか、じゃあ。行けるの？と、はい、夕飯行くんですけど、とりあえず火を起こすんですけど、もうここは手を抜きますか、釣りと。おう、ちゃんとした火のつけ方とか、うん、そんなの気にせずに、はい、もう着火剤で。ファイヤースターター行かない。ああ、もう行かないです。もう着火剤があるんで。あ、いいっすね。はい、着火剤。ファイヤースターターとかするんやったら、もうだってこんなんとか使ったらあかんやんって思っちゃうんですよ、俺も。なるほど、そこまでやるんだったら。辻褄が、辻褄がね。なるほど、はい、そういうことね。なんなら僕タバコ吸うんでライターとか持ってるし、それ持ってんのにファイヤースターターでとかやるのはそれどうやねんっていう。あ、確かに。なるほどね、そういう考え方もあるね。なのでもうパパッと手早く着火剤使って着火剤火つけましょう。オッケー、よいしょ。よし。あれすげえんだよな。すごいよ、昔の手で。助っ人外国人がバッと折るみたいな。バッと折るやつね。俺折れねえから。ももでこうやって。これって足でいってんのに。見どころあるな。あるね。意外と強い。力あんだな。だって焚き火だってやったことないでしょ。ないです。今日初めてです。なんで普通にそうやってやっちゃうの。でもやっぱ木の置き方なんかやばそうだけどな。やばそうだ、パンパンに詰めてる感じするな。確かに違うんですか。空気がちゃんと入るように。なるほど。なんかこの横に並べるとかじゃなくて、どっちかというとこう立てた、なんかこう組み立てて、こういう感じで、はい、まあでも横もあるからな、なんか。じゃあもう着火剤使って、はい、さっとつけちゃいます。はい、さっとつけちゃいます。そう、木を並べたら着火剤最高。今回はここまで。次回、魔法のようなドリンクが登場。あ、うわ、すごい、下に煙来てる。すごいすごいすごい。うわ、すげえ。うわ、開けた時かっこいい。煙がすげえ。あ、なんか色、いや、ちょっと待って、うわ、色が変わっちゃった。すげえ。すごい。あ、美味しい。お酒の燻製に一同大興奮。